ヤッホーとまるです。はい、ということでね、本日はリコリコのね一番くじを引いてきたのでご紹介したいと思います。2023年の6月3日土曜日から発売となりましたリコリスリコイルのね一番くじで、1回ね700円となっているんですが、まずねラインナップの紹介からしていきたいと思います。 F 賞アクリルチャーム、 E 賞ミニ色紙、 D 賞アクリルスタンド、 C 賞イラストボード、 E 賞掛け式アートポスタータキナ、A 賞掛け式アートポスターちさとで、ラスト1賞がイラストボードちさととたきなで、ダブルチャンスがちさととたきなのイラストボードっていう感じです。はい、っていうことでね、今回ちょっとフィギュアはないんですけど、ラインナップがね結構何が当たっても嬉しい感じのかなりセンスがいいラインナップとなっておりまして、まあ、まず初めに言っときたいのはね、リコリコでのとまるのねお目当てはくるみちゃんなんですよ。それを踏まえた上でね、とまるのお目当てをご紹介していくと、まず一番欲しいのがこちらのね F 賞のアクリルチャームのくるみちゃんでしょ。で次に、はい、こちらの E 賞のねミニ色紙のくるみちゃんが欲しいんですよ。この2点はとりあえず絶対回収したいなっていう感じで、であとはねこちらの D 賞のアクリルスタンド、この新規のね書き下ろしのイラスト可愛いんでね、サイズ的にもねちょっと飾りやすいんで、ちょっとアクリルスタンドでできれば集めたいなって思ってて、であとはねこちらの C 賞の2人揃ってるイラストボードをが欲しいなっていう感じで、でまあ欲を言えばね、ラストアンションのこの2人揃ってるイラストボードもね欲しいんですけど、まあ私の中で千里と滝菜はね2人でワンセットっていうイメージなんで、個々で写ってるやつに関してはね正直そこまで求め度は高くないですね。もし当たったとしても多分飾らないかなっていう感じなんで、くるみちゃん以外はね2人写ってる千里と滝菜のグッズかアクリルスタンドが欲しいかなっていう感じです。はい、っていうことでね、発売日のね朝一で買いに行ったわけなんですけど、お店の開店時間ちょい過ぎぐらいに行ったらもうすでにねめちゃめちゃ引かれてて、結構争奪戦だったわけなんですけど、とりあえずね引いてきた予想ね最後までじっくりご覧ください。それではどうぞ。
がとうございます。ありがとうございます。ということでね、まあ紙引きをねしたわけなんですけど、あの見てくれました最後のあの貼り付け表。あのね、とまるが引く前の時点で前の人たちが結構紙引きをねされておりまして、結構無残な残りの状態のまま私は引いたんですけど、その正直会場のさ、くるみちゃん残ってるのか残ってないのか知りたすぎて、前の人が会場を選ぶときにこうやってめっちゃ見て、くるみちゃん残ってる、お願い取んないでって思って願いつつね、順番を待っていたわけなんですけど、なんとかねラス1のくるみちゃんのアクリルチャームを無事ゲットして、で色紙もなんとかくるみちゃん残ってたからお目当て回収できたのでめちゃめちゃ良かったんですけど、まあ、まずね当たったものからご紹介していきたいと思います。アクリルチャームなんだけど、あのね、もうほんと千里と滝名がね残ってなくてまあでも私はくるみちゃん狙いだったから、くるみちゃん残ってただけでねもうハッピーなんですけど、まずくるみちゃんが1個だけね残ってて、くるみちゃんゲットして、あとはねこちらのふきちゃんをもらってきて、あとはいみずきさんとファーストの方のリコリコのエンブレムをゲットいたしました。はい、ってことでアクリルチャームはねこちらを選びました。はい、この4つですね。前に引いた方がねくるみちゃん取らないでくれて本当良かったなって思います。はい、感謝です、はい、で次が色紙はね1枚だけ当たったんで、この欲しかったくるみちゃんをねゲットしました。見て超可愛いじゃん。お目当てのねくるみちゃんグッズ回収できただけでもハッピーエンドなんですけど、私は可愛い、最高ですね。でもねなんか結構ね紙引きをしましてD 賞のね滝名ちゃんもゲットいたしました。はい、でこのね書き下ろしのイラストがすごい好みだったんですけど、残念ながらね千里ちゃんがもうすでにね品切れちゃってて、私はねこのイラストをアクスタで飾りたいと思ってたんで、千里ちゃんをポチってゲットいたしました。ってことでねこれで飾っていきたいなって思います。かわいい。次 C 賞はこちらですね。じゃーん、ラス1でこれが残ってたの、やばくない？そう、もう2人一緒に写ってんのが欲しかったから、もうめちゃめちゃね幸せでしたね。よかった、これほんと残ってて、サイズも大きくていいし、早速ね飾っていきたいなって思うし、こんな感じで今回の書き下ろしの新規のイラストは無事にねどっちもゲットできたんで満足ですね。はい、で最後に B 賞のね滝名ちゃんの掛け式アートポスターが当たったと思うんですけど、滝名ちゃんのソロは飾らないだろうなっていう判断でちょっと手放しまして、代わりにねこのさっきご紹介した千里ちゃんのアクリルスタンドと喫茶リコリコメンバーのねアクリルチャームを飾りたいなって思ったので、はい、こちらのミカさんとキッサリコリコの制服のね千里と滝名ちゃんを撮ってみました。そうで、この2つはねまだ届いてないんで、届き次第ね全員並べて飾りたいなっていう感じです。はい、なんでちょっとねあの B 賞をご紹介できなくて申し訳ないんですが、正直私がね滝名ちゃんの B 賞のポスター持ってても飾らないままね積んじゃうだけなんで、欲しい人にね行き渡って飾ってもらえるならねそっちの方がいいかなって思って手放しました。はい、ってことでこれで終わりじゃなくて、ちょっと気になってたリコリコのねこっちの制服バージョンの方のフィギュアをポチっていたので、こちらのね開封レビューもね一緒にやっていこうかなって思います。じゃあまずタキナちゃんからね開けていきたいと思います。まあ、正直私はリコリコはねあのグッスマさんの制服のフィギュア出るじゃないですか、そうあれをねちょっと飾ろうかなって思ってるので、そのグッスマさんのフィギュアが届くまではねちょっとこちらのプライズのね2人を飾っておこうかなって思います。はい、クオリティどうなんだろうね。はい、まずスタンドがねはいこういう感じになってて、そう面白いよね結構これ、いいと思います。でまあ肝心のフィギュアなんだけど、悪くないよ。はい、こんな感じ。プライズなら全然いいんじゃない、可愛くない、普通にタピナちゃん。はい、こんな感じ、ちょっと角度はねあるかもだけど、こんな感じ、ちゃんと銃も持ってるしいいと思います。はい、こんな感じになるって感じですね。はい、こんな感じ
いいね、飾るわ。なんか思ったより全然いい出来で嬉しいですね。はい、じゃあ次、ちさとちゃんどんな出来だろうか。こんな感じだね。うん、なんかタキナちゃんと全く一緒かなって思ってたら全然違いましたね。うん、はい、こんな感じ。うん、めっちゃいいですね。ヒロアカのジオラマティックがね、題材一緒ですごいがっかりしたんですけど、そう、こっちはねちゃんとキャラによってね題材が全然違うんでいいですね。うん、はい、あ、これもいい出来じゃない。ほら、じゃーん、ちさとちゃん、はい、こんな感じ。私プライズでねこのクオリティなら全然満足ですね。うん、いいと思います。でもなんかね、ここに汚れがあるちょっとこれあの100均のさ、エナメル消しゴムで消えるかどうかって感じなんだけど、後でやってみよう。はい、こんな感じですね。じゃーん、ちさとちゃん、はい、いいですね。うん、はい、ってことで、じゃらーん、2人、はい、正直どっちもね、プライズなら全然ありなクオリティじゃないかなって思いますね。うん、いや、いいですね。とりあえずね、フィギュアをじっくりご覧ください。どうぞ。ということでね、早速部屋にね飾りたいと思います。ぐすまさん届くまで我慢して飾るレベルではなくて、結構ね気に入ったので、ぐすまさんの届いてもそのまま飾り続けるかもしれない。これは、うん、もうセガさんたまにこういうね当たりのプライズフィギュア出してくれるからね、めちゃめちゃ嬉しいですね。うん、くじの引きも満足だし、ちょっとフィギュアも満足ってことで、すごいハッピーエンドでやったー、かわいい。うん、満足だわこれ、いいわいいわいいわ。はい、ってことでリコリコはね、新作アニメもね決まってるんで、ちょっとリコリコゾーンを作ってね、早速フィギュアとかねアクリルスタンドとかをね飾っていきたいなって思いますね。うん、まあ、正直ねもう飾るスペースは全然ないんですけど、まあね、新たにハマるアニメもあればね、正直もう昔ほどハマってないなって思うアニメもあるからね、そういうところとねちょっと入れ替えたりしつつね、ちょっと新たにリコリコゾーン爆誕させようかなって思います。はい、ということでね、フィギュアもくじもいい感じだったよっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。一番くじはね、家に着いた時点でこれは飾るとか、これはしまっておくとか、これは手放すっていう判断をね、どん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 後回しにしないでつけていかないと、もう本当にグッズの山になっちゃうから、そう、これどうしようか悩むか、とりあえず置いとこうとかしとくとね、後で地獄を見るからね皆さんもね、ぜひ帰宅したらすぐにね、いるいらないの選別をしてね、これは自分にとって必要ないかなって思うものはね、フリマサイトで売ったり、買い取りショップにね持ってったりして、それぞれのものにちゃんと始末をねつけていった方がね、多分快適なねオタ活ライフを送れると思うので、ちょっとね後回しにしないでね、
いるいらないの決断はお早めにしてください。一時期ね、決断を後回しにして部屋がね、アニメグッズで溢れ返った地獄を見てるからね、ちょっと皆さんも気をつけてください。バッドラバンこのネタわかる人いる？